カットしました。こっちがタレですね。塩、それからこう皮と、ネギマのネギですね。こっちの方に味付けということで入れていきます。ちょっと固定がないんで、このままグーって。醤油、酒ですね。あとこのみりんです。ちょっとつけてあげますね。そして、これに、神吉式で打っていきたいと思います。なんかピンボケしてんのかな。こうすね。ちょっと無理なんで、刺したらまた取ります。